はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。13時を回りました。まったりしたい午後でございますね。土曜日電話かかってきません。日が照っててね、暑い。千代田区29度、この日は28度かな。もうちょっと暑くなりそうな感じですね。いい感じですよ。ほんま土曜日というのは電話ないでしょ。メールもほぼ来ないです。ビール系飲料4缶飲みましたですね。いい感じでございます。ふわっとふわっとしておりますね。行きましょう。東洋経済オンラインでございまして、最近もここ何年もお見限りでございますね、東洋経済。私、いや最後に飯食うたんは5、6年前やったような気がしますね。はい、別にあの恨みつらみを言うてるんではないですよ。縁を言ってるだけでございまして、そう、最後5、6年前ですね。これは17日ですか、今日ですね。今日の朝の7時30分に出た記事。韓国人騒然、福島原発の処理水放出で大揺れ。寿司屋は閑散、影響をめぐって与野党も対立ということでございます。ちょっと言いましょうか。楽しそうな記事ですね、本当にね。福島第一原発処理水の海洋放出設備の試運転が始まった6月12日、韓国の国会議事堂前では全国から集まった漁業関係者や市民らが福島原発汚染水放出反対のシュプレヒコールを叫んだ。何人集まったんでしょうね。写真を見てる限りは言うほど大したことないですね。もう100人以上は来てますよね。もうお隣さんで100人はね、あかん。最低万なんですよ。なんせこう路上に出て騒ぐというのがですね、文化ですから、100人やそこらではあかん。万個なあかんねん。で万でもね、一桁あかんねん。二桁以上来なあかんねん。それがお隣さんの文化というものでございます。日本ではね、不倫文化というのが盛んですね。最近広末さんがまたかましました。偉いですね、あの人もね。そう、日本では不倫文化盛んなんですけど、お隣さんではですね、路上に出てシュプリコール、キュワーって、ノージャパンやーってこうやらなあかんわけですよ。でもいまいち盛り上がってないという印象ですけどね、私にとっては。この翌日には最終とチェジュですね。で、漁業および農業関係者らが反対のデモを行い、日本が汚染水放出を撤回するまでデモを続けると声を上げるなどって、やってください、やりましょう、頑張りましょう、汚染水放出を撤回続けるまでって、来世紀になってもやってなきませんね、きっとね。韓国で福島原発処理水の海洋放出をめぐる2州が熱を帯びていた。あのね、熱を帯びるほどではないんですよね。いや、何十万人も集まってね、高架門前を占拠したっていうんだったら話は面白いんですけど、そこまで盛り上がってないんですよ。ほんのね、見てるとね、僕写真しか見てませんけど、数十人からせいぜい100人かなと。いまいちですよ。いまいちどころで、今35ぐらいですよ、ほんまに。今134ぐらいかな。それくらい盛り上がってないですよ。韓国では最近、一部での塩、ソルトですね、の買い占めがニュースになった。韓国では、韓国メディアは価格が高騰しているという業者の声を拾っていたが、塩に限らず処理水を海洋放出の前に水産物の消費にも影響が出始めている。12日、国会議事堂前に座り込んでいた男性に話を聞くと、魚の価格は下がり始めていると渋い表情で言う。ええやん、安くて美味しいもの食べられるよ。ってまだ放出してないんですよ。放流してないんですよ。韓国南部冷水から来た漁師40代になった。福島原発の汚染水が放出されるという話が出てきてから、刺身なんか売れなくなったって知り合いの卸業者が言っていた。中にはもう精肉に業種買いした人もいるらしい。うわーすごいね。消費者がもう不安になっているということでしょう。日本で刺身が売れないとか食えないとかいう話聞きませんね。いいですか、いいですか。福島沖に放流されるとですね、一番最初に影響を受けるのは多分ハワイです。ただもう、というか IAEA もね、アメリカもね、もう関係ないわって言ってるわけですよ。
本当に科学的なことを言うんであればですね、お隣さんに関係あるんであれば後悔です。後悔の向こうにあるリアウトン半島あたりの原発から流れてくる汚染水の放射能濃度は福島からこれからまだ出していないんですよ。7月に出す濃度の50倍をもう30年以上垂れ続けるんですよ。その坂であんたら食べてるんですよにもかかわらずですね、今ですね刺身を食べたくないと言ってるわけですね、お隣さんたちって。ほんまにね、科学的なことはよくわからないけどって、わからへんね、あんたは自分でアホやって言ってるやん、それ専門家が危険だというのだから放出はありえない。つまり自分の頭で考えていないわけですよね。専門家が言うたらその通りやって、専門家がババクへ言うたらお前ババクうんかみたいなですね。関西弁では昔よくそういうの知り合いがありましたね、僕の子供の頃は日本は汚染水を放出するのではなく他の方法で解決してほしい。それに福島産水産物の輸入は絶対ダメだって。今輸入してませんよ。あの東北8県の水産物はですね、お隣さん輸入禁止にします。別に食べてて言わへん、あんたら食べんで、あんな美味しいもん僕らが食べるわ、ほんまに影響が出ているのは水産物を食材にしている飲食店も同じだ。ソウル市内で人気の寿司店を営む社長はこう話す。行きます。5月からお客さんが目に見えて減りましたな。よその店では10席満席とのところが2席しか埋まらないと言って頭が上がります。日本でね寿司屋がこう影響を受けてるという話ないですね。お隣さんはすごいんですよ。なんせお隣さんはですね、サイエンスとファクトを信じない国ですからね、怪談を信じるんですよ、怪談を。怪談っていうのは日本語で言うとデマです。汚染水の放出をめぐっては、野党や YouTuber が科学的データを無視したまま、無駄に反対を煽っていることが影響している。うちに来るお客さんも大丈夫だよね、なんていう話をしてくる人もいて、そんな客おんの。自分で僕アホやねんって言うのと同じでしょ丁寧に説明はしますけど、寿司が好きで来ているお客さんさえこうだから一般の人々は漠然と不安になります。あのね、どういう発想なんか分かりませんけどもね、刺身が一番あかんのですよ、向こうの人もね。そんなんね、刺身であろうが焼き魚であろうが煮魚であろうがね塩化物であろうがね一緒やんなんで刺身があかんじゃろってまあ今この辺にしときましょうか。もうほんまに1ページ目貼っときますね。毎回同じこと言いますけど、お隣さんというのはどう言いましょうね、自分たちがサイエンスやファクトをですね、重視しないということを声高に言うてですね、それがですねその意味をよく理解しないわけですね。それをキャーキャー言うということは自分はアホなんですっていうと一緒なんですね。本当に一緒なんですよ。うわこの人大声で自分がアホやと言うてるわというふうに僕は思ってしまうんですね。でその事実関係が分かってる人はみんなそう思うでしょ、うわこいつアホやわと思って。でそれを気にしない、気にしないというか、まあ、そういうことがみんなやってるんでね、当たり前やと思ってるわけですね。一体どういう、ね、義務教育をしてるんだって昨日言いましたけど、小学校中学校で理科習うやろ君らと、君らが教わってる理科と僕らが教わった理科はちゃうんかという気がしますよまあその教わった理科の応用力がないと言えば そこまでなんですけど、応用力を働かさなければ分かりませんよ。福島で出されたですね、公海に出されている50分の1以下の放射能のを含んだお水はですね、東に流れていってですね、お隣さんに到達するまでまあいろんな説ありますけど1年から5年かかるわけですよ。んで10万分の1以下に希釈されてて何ら問題ないわけで、自然にあるものよりも少ないわけなんですね。つまりほぼ影響ゼロなのにですね、彼らは今お刺身を食べてない、まだ放流もしていないのにお刺身食べへんってほんまに笑わせてくれるあんたらっていうからね、いやもっともっと騒いだらええのにと。これだから効果門前を埋める何十万のデモにならへんかなと思って私は期待してたんですけど、なりませんね。
なってほしいんですけどね。なったらまたまあまあこれは楽しいやんと。かつての狂牛病騒動のような、でも私は期待をしてますけどね。それでもね、デモには行かないけどもお刺身を食べないっていう人が多いんですね。だからお寿司屋さんが閑散としてるんですね。まあだから積極的ではないけど消極的にですね、デマを信じているという人が多いのではないかと思いますね。この東洋経済の1ページ目を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。